東京都市人口比率の分布を示した世界地図。都市的地域は、その周辺に比して高い人口密度を持ち、多数の人口構築物などが特徴となっている地域。都市的地域は、行政上の市や町、あるいはコナベーションが形成されている地域であることが多いが、村や村落といった農村的な集落を指して、都市的地域ということは普通はない。 都市的地域は都市化の振興によって形成され、さらに発展していく。都市的地域の広がりを図ることは、人口密度やスプロール現象の分析に役立ち、都市、農村人口の切り分けにも役立つ。都市圏は、都市的地域だけでなく、多くの就業機会を提供する中心の都市に、通勤による雇用などで、社会経済的に結びついた、衛星都市や、 周辺の農村的地域も含む概念である。都市的地域は大都市圏の広がりの中で人口においても経済活動においても中核的な部分として集積し成長する。一般的に都市圏は軍なりそれに準じる規模の行政単位を積み上げる形で設定されることが多い。軍は比較的安定した行政区画であり経済学者などは 都市圏を単位とした経済、社会統計を用いることが望ましいとすることが多い。都市的地域は人口あたりの土地利用や人口密度などをより適切に捉えた統計を得るために必要となる区画である。都市的地域の定義は国によって大きく異なっている。ヨーロッパの国々は都市的な土地利用を指標に都市的地域を区切っており、 国勢調査の調査区を単位とするのではなく、都市的土地利用が、例えば200メートル以上の空撃を置かずに、連続している範囲を衛星画像を使って判定している。発展途上国では、土地利用や人口密度のほかに、人口の就業形態も考慮されることがあり、例えば人口の75%以上が、農林水産業に従事していない。 といった条件が加えられることがある。ブラジル、サンパウロ旧市街地中心部のスカイライン。オーストラリアでは、都市的地域は、都市的中心地と呼ばれ、一つの人口集積地の人口は1000人以上で、人口密度200人、平方キロメートル以上の国勢調査調査区が、連続する範囲として定義される。カナダでは、都市的地域は、人口密度400人、 平方キロメートル以上の区域が人口1000人以上の集積地を成している状態を指す。隣接する2つの都市的地域の距離が2キロメートル以下の場合には1つの都市的地域として統合する。都市的地域の境界線は自治体の行政協会とは関係なく設定される。中国では都市的地域は市区あるいは市中心と呼ばれ、人口密度1500人。 平方キロメートル以上の都市地区、市や町を指す。この人口密度に達しない都市地区については、市街地内や近郊集落に住む者だけを都市人口として計算する。フランス上位25の都市的地域フランスでは、北米における都市的地域の定義に近い都市単位と呼ばれる都市的集積地域を中心に、そこへの通勤地帯を含めて、 都市域を設定している。INSE は、都市域を英語では、アーバンエリアと訳すのを公式なものとしているが、北米の用語法からすれば、これはむしろ都市圏に近い概念である。日本では、都市的地域は、国勢調査の調査区を単位とした、人口密度4000人、平方キロメートル以上の人口集中地区の連続体として把握されている。 ニュージーランドの統計局にあたる、スタティスティックスニュージーランドは、都市的地域を人口1000人を超える集落と定義している。ノルウェーの統計局にあたるスタティスティックスノルウェーは、テトスティダーと呼ぶ、都市的地域を他の北欧諸国に準じて定義しているが、デンマークやスウェーデンとは異なり、公園や工業団地や河川などといった例外的状況がない限り、 建物と建物の間隔は50メートル未満でなければ都市的地域が連続しているとはみなさない。ただし都市的地域の円から400メートル以内に数軒の建物の集積がある場合はこれを都市的地域に組み込む。フィリピンでは1980年代に今日のマニラ首都圏の終焉部がまだ別個の地方であった頃からメトロマニラという表現が 盛んに用いられるようになった。厳密な行政区としてのマニラ地域が非常に強小であることもあって、マニラ首都圏の外にいる人々、特に他地域出身者や外国人などは、このメトロマニラを指して、単にマニラと呼ぶことが多い。ポーランドでは、公式の都市人口統計は、町に相当するミアスタの地位がある場所の人口の合計であり、農村人口も、 同様に、こうした町以外の場所の人口の合計である。このため、都市、農村人口の統計は、誤った印象を導きかねない、危うさがあり、村としての地位しかない自治体が、小さな町よりも、人口においても、人口密度においても、勝っていることがよくある。スウェーデンでは、タターターと呼ぶ、都市的地域が、地方行政区画とは全く独立に、 統計上定義されている。スウェーデンには1940区画の都市的地域が設定されており、その人口規模は200人から125万2000人まで様々である。イギリスの統計局は1951年以来都市的地域ごとの人口統計を作成しており、1981年からは陸地測量部の地図上で示される。 都市開発が最も広がった時点での反撃に基づいて統計を作成している。ここでの都市的地域は少なくとも20ヘクタールの面積があり、国勢調査の際に1500人以上の居住者が確認されなければならない。200メートル以内の距離で近接した都市的地域はまとめられ、交通施設なども都市的地域に含まれる。上位20の都市的地域は 以下の通り。グレーターロンドンアーバンエリア、ウエストミッドランズアーバンエリア、グレーターマンチェスターアーバンエリア、ウエストヨークシャーアーバンエリア、グレーターグラスゴー、タインサイド、リバプールアーバンエリア、ノッティンガムアーバンエリア、シェフィールドアーバンエリア、ブリストルアーバンエリア、グレーターベルファースト、ブライトン、ワージング、リトルハンプトン、エディンバラ、ポーツマス。アーバンエリア、 レスターアーバンエリア、ボーンマスアーバンエリア、リーディング、ウォーキンガムアーバンエリア、テイシシで、ザ・ポッタリーズアーバンエリア、カブントリー、ベッドアースアーバンエリア、アメリカ合衆国では、都市的地域を捉える2つのカテゴリーがある。都市化地域は、人口5万人以上の集積がある地域である。この人口水準に満たない都市的地域は、都市化クラスターと呼ばれる。 アメリカの国勢調査で都市化地域の境界線が引かれたのは1950年の調査からであったが都市化クラスターは2000年の調査から導入された。人口1万人を超える都市化地域都市化クラスターは全米で1371カ所に上る。英語版リストオブユナイテッドステーツアーバンアリアズにはおおむね4万人以上の都市化地域都市化クラスターのリストがある。 合衆国統計局は、都市的地域を、1平方マイルあたり1000人以上の人口密度を持つ、国勢調査調査区と、それに隣接する、1平方マイルあたり500人以上の人口密度を、持つ、国勢調査調査区と定義している。合衆国統計局が定義する、都市化地域は、都市の規模を測る手法として、より正確なものであるとして、分析に用いられる。 これは、都市によって、都市化地域と地域の広がりは、全く異なっているからである。例えば、サウスカロライナ州、グリーンビルの人口は6万人未満の水準でしか、ないが、都市化地域人口は30万人を超えている。一方、ノースカロライナ州のグリーンズボロは、人口20万人を超えているが、都市化地域人口は27万人ほどである。量子を比べると、 見方によっては、行政区画による人口が少ないグリーンビルの方が、実際にはより大きな都市であると見ることもできる。もちろん、他の観点、例えば課税であるとか、地方選挙といった観点から見る場合は、必ずしもそうはならない。アメリカ合衆国で最大の都市的地域は、ニューヨークであり、ニューヨーク市自体の人口だけでも800万人を超えており、都市圏 の人口は1900万人ほどになる。これに続く規模の4つの都市的地域は、ロサンゼルス、シカゴ、マイアミ、フィラデルフィアである。2000年4月の時点で、合衆国の総人口のほぼ79%は、都市化地域内に住んでいた。都市化地域をすべて合わせると、面積としては合衆国全体の2%に相当する。都市化地域居住者の大部分は、 郊外居住者であり、都市中心部の居住者は都市か地域居住者の30%ほどである。合衆国のオムショー省による全国主限調査一覧においては、都市的地域は、機械発地域とか、都市、建築物密集地域などと表現される。そこには、都市、村落、その他の建築物密集地域で10栄化ーーを超える、ものや、工業用地、 鉄道用地、墓地、空港、ゴルフ場、射撃場、公共施設用地、等々が含まれている。1997年の全国資源調査一覧は、このカテゴリーに当たる場所の面積を延べ9800万エーカーと計算しており、1982年から2500万エーカー増加したとしている。一覧、ありがとうございます。